Trial start. Thank you.
ありがとうございました。Success!
状況開始。Trial start。Success!生きて戻れよ。
としてはこのくらいなのかしら。あら、いつの間に。また驚かされたわ。気配を消すのがうまいのね。このフォトンチューナーについて調べていたの。もちろんリテムの人たちには許可を取ってあるわ。でも本当に知りたいのはチューナーの性能ではなくて、この装置を介して伝播するナーデレフの歌の力の方ね。彼女の力は自身の内外にあるフォトンと密接に関わっている。つまりその原理はテクニックに近いものということになるわ。けれどあれだけ広範囲に影響を及ぼすテクニックは相当量のフォトンを消費するはず。どんな実力者でも一人で発動させるのは難しい。そこでまずはこの装置の方から当たってみたのだけれど、どうやら空振りみたいね。これまでに把握できた限りではチューナーの増幅器にはそこまでの出力はないわ。ということは力のほとんどはナーデレフ自身から発せられているということになる。もしそうならばテクニックよりももっと根源的な力が作用している可能性があるわね。もしかするとこれがマジックというものかしら。いえ、ごめんなさい。憶測で話を進めすぎたわ。もう少し調査を進めてみないと。今わかっているのは歌の力は彼女の家系にだけ遺伝するということ。しかも彼女は先代たちとは異なる力を発露した。そういえばナーデレフは歌う時に思いを込めると言っていたわ。例えば仲間を奮い立たせるという思いよりも仲間を傷つけたくないという思いが勝っていたとか。それがエネミーに作用して力を弱らせた。ううん、仮説を立てるにしてももっとデータが必要ね。いずれにせよ感情というものの定量化は完全にはできない。もしも彼女の力が科学的に解明できないものだとしたら、まさに神秘の力と言えるわね。
first. Success. Climax. Start. Yeah.
start. Encore.
Fantasy Climax. Yeah.
Thank you.
Success. Thank you.
We'll be right back.
ようこそ来た。